ルです。今回はですね、 YouTube って結構大変で難しいなっていう話をしようと思います。いやー、もう本当に危なかったです。挫折しそうだった。もう YouTube 挫折しそうだったんですけど、こうなんとかこうちょっと答えたので、ちょっと今からね、 YouTube って大変だな、難しいなと思うことを話していこうと思うんですけど、大体にして3つ、まあ大まかに分けても3つありました。まあ、1つ目はその撮影動画編集が大変っていうのと、2つ目が継続することが大変、3つ目が数字の維持が大変っていうの、この3つでしたね。で、まず1つ目の撮影と動画編集なんですけど、やっぱ撮影するにあたって、動画を撮るにあたってですね、まあどういう動画にしようとか、動画の内容どういう風にしようかな、どういう風に伝えたらいいかなとか、どこで撮影しようとか、なんかいろいろ考えるんですけど、なんかそういうことを考えてると、なかなか撮影ができなかったり、なかなかその動画を撮って伝えるっていうところまでにもいかないっていうので、結構こう足踏み状態になっちゃったなっていうのはありますね。やっぱりこう撮るからにはいいのを撮りたいみたいな変なこうなんか高い意識があって、それが逆に邪魔しちゃってるっていうのがあるんですね。で、その撮影をしたら今度は長時間の動画編集が待ってるっていうのが結構しんどくて、でしかも私がまあ動画編集が素人、ど素人のゼロから始めてるから、なおさらやっぱ時間かかるんですよね。動画撮影した時間よりも倍、2倍、3倍もかかるし、まあそれを誰かね、下請けに投げたりしたらいいんでしょうけど、そんなね、私もお金もないし、やっぱりこう自分なりにここはこういう風に編集したいみたいなのがあったりすると思うから、最初はね、やっぱり自分が指示をするにあたっても、自分がどういうふうに動画編集するとかしつかないとやっぱりなかなかできないしっていうので、やっぱり動画編集が結構ネックだったりもしますよね。せっかく撮影してもその動画編集がちょっとしんどいと思ったりすると、なかなかもうなんか撮影にもこう重い腰が上がらないというか、そういう部分がありましたね。だからこの動画編集、これが まだサクッとできたら結構 YouTube 向いてるかもしれないですね。その編集するのが得意な人とか、その撮影するってことも私慣れてなかったので、その動画あんまり撮影する機会なんてないじゃないですか。だからすごいやっぱり言い回しとか、どういう風に角度とか、なんかやっぱりこう考えたりするんですけど、まあ無駄私の場合はまだ全然もうそこまで取り付けないので、とりあえずもう撮影して動画を上げていくことにこう注力しようかなと、心の中は入れ替えたんですけどね。そこの壁に超ぶち当たってました。で、2つ目の継続するっていうこと、これってもう何事にも大切な要素になるとは思うんですけど、特になんか YouTube とかって継続してアップして、動画をアップすることって一番大事なのに一番難しいんじゃないかなと思いますね。やっぱりまあ少なからずそう待ってる人とか、なんか伝えたい人、まあ、こういう人に向けて出したいっていうようなのがあるのに、その維持ができてないっていうのは、やっぱりまあコンスタントに動画が上がってくるのと上がってこないのじゃ、やっぱりその視聴者、まあ、見る方の何だろう、こうモチベーションもやっぱり変わってきたりすると思うので、やっぱりこの継続っていうのは、まあ、やっぱり一番大切だなと私は思いました。だから私がこの間前回動画撮影したのが1月の6日ぐらいだったんで、もう1週間ぐらい動画をまあ投稿できてなかったんですけど、だからまあやっぱりこう、しかも動画を投稿できない自分にもすごい嫌気がさしてきて、なんかこうすごい悪循環だったんですよね。もう動画を撮影してアップするっていう、その動作さえもできんのかお前はみたいな、なんかもう感じだったんですけど、とりあえずね、やっぱりちょっとずつでいいんで、もうあんまりこう深い内容を考えずに、ちょっと動画を、それもちろん伝えたい内容とかバシバシと決めてはいこうと思うんですけど、あんまりこうどうやって撮影したら面白いかなとか、どうやったら動画の内容面白いかなみたいな、やっぱりこうなんか有名な YouTuber みたいな面白い動画を撮りたいわけじゃなくて、自分の思いとか自分の考えとかを発信していったりとか、まあそういうみんなでこう共有したいみたいな思いがあるから撮影してるのであって、やっぱりまあそこの根本はちょっとなんかずれてるかなみたいな感じがあったので、そこもやっぱり見直しました。なんでこれからまあちょくちょくね、ちょっとまあ内容、動画の内容はまあなんか
全然おもんないじゃんとか思ったりするかもしれないですけど、そこはまあ多めに見ていただいて、一応動画の最初にこういう内容を伝えたいと思いますって言って動画を撮って、はい終わりますっていうような形の動画にしていこうと思うんで、いやちょっと伝わりにくかったよとか、いやいやこれ何言ってんのみたいなのとか、なんかもうちょっとこうした方がよかったよみたいなところがあれば、そういうのは全然言ってもらった方がいいと思うし、なんならそのなんか YouTube を今から始めようかなみたいな考えてる人とかいたら、一緒に始めて一緒にこう困難を乗り越えていきたいんで、そういう人とかもぜひぜひなんかコメントいただけたらなと思います。で、継続するブログ私継続させてもらってるんですけど、毎日一つ投稿するのを今一生懸命頑張ってやってるんですけど、なんとなく慣れてきたんですね。だからやっぱりまず慣れることって大事だなと思って、そっからそのまず慣れて動画を撮影してあげれるっていうのが、まあ、普通にコンスタントにできるようになってから、私は動画の内容とかをもうちょっと詰めていこうかなというふうな形にちょっとシフトチェンジさせていただきましたので、ごめんなさい、よろしくお願いします。で、最後の3つ目なんですけど、まあ、数字の維持ですよね。これはもうなんかもう絶対気にしないと思っても気になっちゃうし、まあ、登録者数とかその見た回数とかですね、やっぱりそれがあこの動画多いな、この動画あんまり見られてないなとかいうのがあるんで、やっぱりまあそのそれをやっぱりそのやっぱりがめっちゃ多いですけど、維持するのってめちゃくちゃ難しいなと思って、人気 YouTuber とか、まあ、ある程度1万回とか 何千回とか見てもらってる人たちってやっぱすごいなって思いますね。やったからこそ分かる、まあ、なんか今までは何気なく YouTube 見てたんですけど、その YouTube 何気なく見てるけどかなり難しいし、なんか大変だなっていうのがあります。でもなんかやっぱりこの数字がちょっとずつ上がっていくのが楽しみの一つでもあるのかなみたいな思うので、まあ私は私なりのペースでゆっくりこう上げていけたらなと思って頑張っていきたいと思います。とりあえず今回はもう本当に挫折しそうだった、もうやめようかなと思ったんですけど、ちょっとまあここを踏みとどまってちょっともう一回頑張ってみようというふうに思ったので、この動画を作りました。でもまあだから難しいな大変だなって思うことを今回動画にしたんですけど、それとは逆に YouTube やってよかったなと思うことも結構あったので、次はその動画もちょっと撮っていこうかなと思ってます。なのでこれからもうちょっとコンスタントに動画アップできるように頑張っていきたいと思います。今日はこの辺で、それでは今日もごぜんに。